探しが来たんだ。俺も探さなきゃ。やった。もしもし、フォーレン？マックス、だったのか？今どこだ？聞いて、昨日駐車場で写真を撮ったでしょ？あれまだ持ってる？え？持ってるけど、そんなにいい写真じゃないよ。それ、今必要なの。どこにいる？スーホイールズダイナーで、クロイスさんと一緒に足止めされてる。こんな嵐、生まれて初めてだよ。すぐ行く。あ？何言ってんの？危ないからそこから動いちゃダメだ。雨も風も全く収まりそうにないし、さすがにちょっとヤバいかもしれないぞ、これ。分かってる。でも私が何とかするから、そこで待ってて。ちょっと。警告してきただろう。お前たちが自らの罪を試みないから、ついに神がお怒りになったのだ。なのに、なんで俺がこのラジオ局に閉じ込められなきゃならない。誰か早く助けろ。俺は税金を払ってるんだぞ。一件の新しいメッセージがあります。昨夜午後9時。マックス、俺、ネイザンが最後にこれだけは伝えたくて、俺はレイジェルもケイトも傷つけるつもりはなかった。誰も傷つけたくなかったんだ。俺はみんなに利用されたんだ。許してくれ。俺はジェマソンに追われてる。もうおしまいだよ、マックス。次はお前だ。気をつけてくれ。できなくなってる。困ってる人は助けなきゃ。ありがとうだ。大丈夫ですか？ああ、早く逃げねえと。どれかのバカが線路を壊さなきゃ、こんなクソみたいな街にいなかったのによ。もう行った方が。二度と帰って。乗っていくか？いえ、友達を探してるので。そうか、達者だな。死が私について回ってるの。
早く逃げて。わかったよ、待ってくる。マックス、未来でも見えてるのか。危なかったよ。いいから、嵐が収まるので安全な場所にいなよ。日常ヒーローの言うことは聞くよ。マックスも行こう。他の人も助けなきゃ。やだ、アリッサが危ない。助けて、降りられない。アリッサがあの家に。早く助けなきゃ。たちがどうなったかは考えたくない。動いて、お願い。町の人がこんな姿に。大変なことになってる。クロエと ダメ、悲しくなる。電源を入れればスプリンクラーが作動するはず。感電して。ああ、嵐はもうたくさんだ。しっかりして、早くここから出ましょう。息ができない。街が死んでいく。早くダイナーに行こう。ウォーレンの写真を手に入れなきゃ。食べてた頃に戻れたら。ああ、世界が終わろうとしてる。でも私ならきっと。
つはここの住人だよ。あの人、シェルターに逃げてくれたのかな。私、名前も聞かなかった。避難してください。繰り返します。これは訓練ではありません。食べ物に困ることはなさそうだけど。アルタリアベイ及び周辺地域に発令されています。頑張れ、ジュリエット。緊急放送システムによる避難勧告。そのために今頑張ってるんだよ。本当だよ。マックス、マックス、ああ、よかったよ、無事で。大丈夫だったかい？はい。おばさんたちは？なんとか持ちこたえてるけど、竜巻をやり過ごせるかどうか。ベリー巡査や外の人たちはかわいそうに、さあ入って。私はこの人の手当てをしないと。ウォーレンが救急用品を集めてくれて。あまりないですが、これで全部です。ウォーレンは大丈夫？あれだけ前兆があったのにな。雪、日食、こんなの防ぎようがなかったよ。大バカだよ。予期すべきだった。みんなが無事で嬉しいけど、クロエを助けるにはウォーレンから写真をもらわなきゃ。はいはい。フランクが味方でよかった。泣き言。また後で。こっちの人も手当てをしてあげないと。フランク、無事でよかった。お前もな。あとはレイチェルさえいてくれたら。で、俺が教えた情報はレイチェルのこと何か分かったか？フランク、すごく言いにくいんだけど、レイチェルはその死んだの。おい、嘘だろ。そんなレイチェルが？ありえねえ。そうだ、お前になんで分かるんだ？あなたに教えてもらった名前からある納屋を特定できた。そこはマーク・ジェファソン先生の秘密の撮影部屋で、彼は姉さんを利用して生徒たちの自由を奪い撮影してたの。姉さん、くそ、あんなイカれたガキ相手にするんじゃなかった。ポンピドゥさえ嫌ってた。うん、フランク、私なんて言ったらいいか。姉さんがジェファソンに認められたくて殺してしまったの。シンはどうやって殺されたんだ？薬を過剰摂取させて。薬？まさか俺があいつに売ったやつか？俺が殺したようなもんじゃねえか。そんな、なんてことを。そのジェファソンとかいう野郎はどこだ？死んだよ。もう終わったんだ。レイチェル、なんて。彼女は俺の人生で唯一の救いだった。そりゃ俺には若すぎたし、いつかは終わると思ってた。でもこんな形はあんまりだ。夢を追う彼女をずっと応援したかっただけなのに。うん、クロエも同じ。クロエとレイチェルは仲が良かった。俺は焼いてたんだ。でも今はレイチェルの気持ちが分かる。クロエは大した玉だよ。俺に助けを求めてまでレイチェルを探そうとしたんだ。クロエが聞いたら喜ぶよ。いつだったか親父が言ってた。義とされて家に帰る。
聖書の一節で正しいことをしろって意味だ。どうかお前のおかげで少しはそうできそうな気がする。誤解するなよ。お前を気に入ったわけじゃねえ。嫌いでもねえよ。頼むから無事でいてクロエ。おばさん、みんなの世話してフランクまで。マックス、こっちで話しましょう。フランクを休ませないとね。おばさん、大丈夫？ようやく一段落ついたと思ったらこれだよ。クロエは？その、探してくるよ。この嵐の中、行かせるわけないだろ。今はクロエとデイビッドがどこかで無事であることを祈るしかないよ。こんなことになってしまって。気にするのはよしな。この竜巻はあんたのせいじゃない。ううん。それだけじゃなくて、デイビッドの件も。心配いらないよ。デイビッドは立派な大人だし、いろんな経験も積んでるんだ。そうは見えなくともね。別にデイビッドの味方をしたつもりはなかったの。あんたは人のいい面を見ようとしただけ。デイビッドにも見習ってほしいね。それに今はそれどころじゃないよ。早く元の日常を取り戻したい。今週を振り返るとそう思うのも無理ないよ。私は家庭崩壊の危機にも面してるけどね。おばさんは家族のためにたくさん頑張ってる。もし私のお母さんだったらすごく誇らしい。嬉しいことを言ってくれるよ。あんたのご両親もさぞ誇らしいだろうね。あのデイビッドが褒めるだけのことあるわ。デイビッドは本物のヒーローだよ。戦争ではきっと大変な体験をしたんだよね。それに辛い時に自分を信じることができたのはデイビッドのおかげだよ。それを聞いて安心したよ。デイビッドは誤解されやすくてね。みんな彼の悪い面しか見ないけど、マックスはいい面を見てくれた。私が愛する一面を。何言ってんだか。今音楽なんて。パーティーはおしまい。本当の世界の終わりが来ちゃったんだ。ほんの数時間前までみんなここで朝食を食べてたのに。フランクにはポンピドゥがついてるね。ちょっとだけでいい。何もしない時間が欲しい。ここでクロエに巻き戻しの力を見せたっけ。結局これは何のための力。何を学んだの。壊しては直すの繰り返し。でも望んで得た力なんかじゃない。それにジェファソンは止められたんだ。あとはクロエさえ救えれば。今度こそ絶対に。ウォーレン、さすが。これで足りるといいけど。俺もロスに行こうって時に。ウォーレンはいつも人のために行動してる。こんな時にあれだけど、本当に会えて嬉しいよ。無事で本当によかった。ネイさんをぶっ飛ばしたぐらいだから、
きっと大丈夫だとは思ってたけど。もっと早くああしとけよかったよ。それにしてもさ、写真一枚のためによくこんな嵐の中来たよね。別に俺を助けに来たってわけじゃないだろう。私はみんなを助けに来たの。あの写真持ってるよね。その前に。いいから聞いて。何があったんだ。前に駐車場でもはぐらかされたけど。ちゃんと話すよ。でも詳しい説明は抜き、私のこと信じてくれる？当たり前だろ。サクッと頼むぜ。ジェファソンの授業中、竜巻でこの町が壊滅する夢を見たの。そしてトイレに行ったら、目の前で親友のクロエがネイさんに撃たれた。ここまではいい？もちろん。続けて。その時時間を巻き戻せることに気づいた。その後いろいろあって、ジェファソンが危険だったことが分かった。そんな。それで？過去に戻る必要があるの。ジェファソンはもうクロエを殺してしまった。そんなの許せない。なんとかしないといけないの。この嵐はマックスが過去に戻ったから起きてるんじゃ。そんな、全て私のせいなの。なんちゃって科学者の意見だけど、これはきっと因果関係に基づくカオス理論的現象なんだと思う。それでジェファソンは？もしかしてあいつに何かされた？ジェファソンはネイさんを利用して薬とお金を手に入れてたの。私もジェファソンに捕まって縛られて、薬の力で無理やり写真を撮られた。最低だよ。マックス、すごく大変な思いをしたんだな。君は誰よりも勇敢だよ。あのクソ野郎はぶっ殺してやる。奴は今どこだ？死んだ。でも過ちを直すにはジェファソンも元に戻さないとダメかな。全ての作用には反作用がある。時間を巻き戻したり変えたりしたことで連鎖反応が生じたのかもしれない。環境にも。この災害も全部私のせい？何言ってんだ。別にマックスが望んでこうなったわけじゃないだろ。魔法なのか何なのか。魔法だろうがワームホールだろうが、何か大きいものの一部さ。科学で全てを説明できると思ってたけど、結局俺は何も知らなかっただけだ。私もだよ、ウォーレン。君の存在には理由がある。それを見つけることができるのは君だけだよ、マックス。俺には正直何がどうなってるのかさっぱりだけど、君なら必ず何とかしてくれるって信じてるから。マックスは本当にすごいよ。しかしこんな歴史的瞬間に立ち会えるとは。しかも君と一緒に。話してくれてありがとう。私こそいつもありがとう。ダイナーにいるのも運命なのか。マックス、気をつけてな。ありがとう。これが最後だといけないから。そのマックス。知ってるよ。そっか。これからは正しい選択をしてみせるよ、絶対に。それでこそヒーローだ。